という選手、続いて奥なら吉田とパーフェクトがあるんですが、その中で、さあ、そして前の方を押さないようご協力をお願いします。いやー、さすが選手の皆さんが上がってくると、また改めて一段とボルテージが上がってますね。記念撮影を行いたいと思います。正面に目線をお願いします。ワールドカップ中に本当に熱い応援があって、まあ、自分たちが立てた、ベスト8の目標を達成することができました。これから、ラグビーがずっと強くやっていきたいので、まずは、府中から盛り上げて、開幕戦東芝対サントリー1月12日、秩父の宮で、みんなで行って、応援しましょう。日本代表としては初めての1試合3本のトライ、ハットトリックを達成したロシア戦、試合に入る気持ちというのはあそこどうだったんでしょうか。そうですね、まあ、すごい、まあ、開幕戦ということでプレッシャーもありましたけども、うん、まあ、みんなガチガチでうまくいかないプレーというのが続いて、で、まあ、その中でも自分なりに、どういったプレーをすればチームを落ち着かせるかというのを考えたので、まあ、みんながしっかり回してきてくれたボールをしっかり仕留めることができました。ベスト4進出をかけた南アフリカ戦、国歌斉唱の時にたくさんの方もあのシーンでグッときたという方多いと思いますが、国歌斉唱の時に目には光るものが映ったように見えましたが、名倉さん、あの時の気持ちというのはどうだったんでしょうか。まあ、あんまり考えてはなかったんですけど、まあ、いろんなことを多分思い出して、はい、まあ、横からファン受けを狙ってるというふうに。そんなことない、ね、そんなことできた俳優になってるんで、うん、まあ、でもいろんなことを乗り越えてきて、やっと目標としてきた場所に立てたことが、多分いろいろ頭を巡って涙が出たと思います。